ということでですね、伊藤信明に行きたいと思います。伊藤信明さんのですね、展示ですね。まあ、京都在住の作家です。まあ、私がグループやってますキャンサーのメンバーでもあります。ご存知伊藤信明、されど死ぬのはいつも他人ばかり、これご存知の、まあ、ご存知のほとんどかとご存知かなと思いますけど、マルセル・デュシャンのですね、墓碑に書いてある言葉ですね、言葉ですね、はい。ということで見ていきましょうか。これ正確にごめんなさい、これね、正確にはザ・フィフスフロアですね。ザ・フィフスフロアで、これも年内ですね。年内までですね。で、高木優っていう、これももともと京大出身、あ、京都出身、京大出て、芸大で、芸大の何かっていうんですか、あのキュレーターかみたいなところですね。で、長谷川優子さんにずっとついてた、キュレーターです。もう彼らが有名になりますから、若手だったら、若手ってか、まあ、20代かな、いつまだ。若手だったらもう必ず彼が一押しです。必ず彼、もう彼にトップになってもらわなければ困りますね。ていうかまあなるよ。だって一番面白いことやってるからね。という作家です。あ、作家じゃなかった。キュレーターと伊藤さんですね。伊藤さんもあの京都にいる時から彼知り合いでね。高木くんね。で、誰がちょっと、あの、まあ僕も今日、高木くんも京都にいる時から僕も知り合いで、あの、伊藤さんの展示かなんか見に行った時に知り合ったんだと思うんですけどね。だからもう結構長い知り合いですよね。5年ってことはないだろうな。もうちょっと長いかもしれないな。うん、まあそういう感じの知り合いです。はい。はい。まあすごいいいやつなんでね。あの、ぜひ。これ、フィスフロアまだまだ面白いと思いますから。はい。じゃあ行きましょう。伊藤信明です。されど死ぬのはいつも他人ばかり。はい。まあ、全部で3部屋、あって、階段とかも使われているので全部でまあ4、5、まあまあでも作品数でいうと結構あるのかな。はい、これはですね、ちょっと古い作品になりますけども、伊藤さんがですね、大学が京都造形芸術大学なんですが、そこ卒業4年でね、学部卒業した後に一度葬儀屋に就職してるんですね。で、まあその理由が死体を触ってみたいということだったらしいですけども、まああのちゃんと働いてて、数年働いててですね、ですね、その時に撮ったんだったかどうだったか忘れましたが、まあそれに関連して、撮ったですね、自分の、まあ誰かが死んだ時のその死者に対する言葉ですね、をですね、集めてた録音が、この一つ一つのスピーカーから流れてて、一気に流れてるんですよ。ブワッと。めっちゃ気持ち悪いですよ。で、伊藤さんってこういう作品作るんですね。もともとこういう作家なんですよ。ものすごい嫌がらせみたいな作品を作る作家ですね。はい。で、これ全部から流れてて、もう本当に奇妙ね。うん。まあ、音なんか、あの、音声聞き取れません。全く。はい。で、まあ、こういう風にね、一つ一つ入ってて、こう、この線がね、ビュービューって出ててね、血管みたいなね、そういう風になってる作品ですね。はい。で、これがですね、新作です。これが新作で、どうなってるかっていうとですね、あのですね、あの、私グリーンバックやってないですけど、あの、これグリーンバックとかにしたら、全部あの、いろんなこう、あの後ろにこう、いろいろ流せれるじゃないですか。ね。あれをこれ自分の体にやってるのよね、自分の。で、なんかシリコンみたいなやつだと思う。シリコンみたいなやつで、どうやってるのかわからないですが、シリコンみたいなのをくっつけてて、多分その上に自分の体を乗っけてるんですよ。映像の。わかんないよ。これ、伊藤さんにね、細かく聞いてない。だから、伊藤さんにも高木君にも僕は、あの、細かく聞いてないんだから、間違ってたらごめんなさいね。間違ってたらごめんね。でも、そういうふうに見える。だから、自分の体に自分をまとってるんだよね。っていう状況になるわけ。つまり、バック、普通バックをやるじゃん。じゃないんだよ。ここにあるんだよね。自分の体に自分の体を投影させるんです。だから、ずれてくるんですよ。そういう作品。でめっちゃキモいっすよ、これ。だからこう、なんかこう、投影されてるじゃないですか、ここに。ここに目があったりとかするわけね、こういう風に。で、これずれてるのが、これなんかこうなっちゃうんだと思うんだよね。うん。で、これ、だんだんこれ、伊藤さんのこのプリプリのね、体が出てきてるじゃないですか。これは、ね、やっぱこの自然なプリプリの方がいいですね。あの、
これはだんだんこうやってビューッつってこうやって剥がしていくわけ、体を。体をギューッと剥がしていったらだんだん生身の伊藤さんに近づいていくっていう作品。これほとんど生身ですね。こういう作品なんですよ。で、なんかね、なんかいろんなこと言うんだよ、これ。なんだったかな、枯れ葉みたいな。泡とか言うのか。雪とかなんか言いながら、ああ、こういうの分かりますよね。ほら、こういうのビヨーッとこう剥がしながら行くわけ。だから白いのを塗ってたのかな、ちょっと分かんないんだけど、その白いのを塗ることで、そこに投影できるようになるわけですね。こう脱いでいくわけですよ。自分の体を脱いでいくのね。だからそのまあこれまあすごい現代的だよね。枯れ木、眠りとか言ったりして、これちょっと分かんなかったけどね、どういうことかね。まあそういう作品ですね。これがあの新作です。はい。で、まあ、あのドローイングとかもあって、で、あ、これはですね結構面白いんですけど、これでちょっとね、僕ちょっとこれ映像がねちょっと見れなかったんだけど、この映像はですね、この映像すごい面白いんだけど、何だったかな、あの、ね、言葉をね逆から言うのよ。だから例えば言葉だったら、言葉バトコバトコみたいな感じで言うわけ、わかる？でそれをいろんなところで言ってるわけですよ。それを逆再生するんですよ。逆再生すると言葉に戻るじゃんっていうだけの作品なんだけど、まあ伊藤さんがバイクに乗ってたりとかね、あるいは歩いてたりとか、そういうするときに言葉をなんか逆から言っていって、それを逆再生するのね。それが聞こえたり聞こえなかったりするんだけど、うまく聞こえることもあれば全然聞こえないこともあるのね。そういう作品なんだけど、でもねこれすっげえ面白いのは、すげえ面白いのはたまにね犬とかが鳴くの、ワンワンワン、それね何にも違和感ないの、ワン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 みたいな。だからね、人間の言語だけなんだね、逆再生してわからないの。俺これすっげえ発見、これめっちゃ面白いなと思ったね。いや皆さん、あのあれ見ましたか、テネット、クリストファー・ノーランのテネット。あ、テネットもあの逆再生っていうか、まあ、逆にこうビューっとこう戻るっていう作品ですね。だから、時間がですねこういうふうに、時間がこうキューっとこういうふうにいってるとね、普通はこっちからこっちにこう流れているとしましょうね。で時間を戻れるやつがいるわけですね、こういうふうに。でそうするとですね、こういうふうにですね、行ってるやつと戻ってるやつがこういうふうに重なると、上のこいつのやつのですね言葉がですね、こいつにとっては逆再生されて聞こえるわけで、こいつにとっては、こいつの言葉はこいつにとっては逆再生されて聞こえるわけってなってるのね。わかる？で、あれが可能なのって人間だけなんだなと思った、俺。ああいう風にあの表現できるのってね、犬とかだったら違うのよ。だからただ分かんないよ、我々が分かんないだけで、あの犬には分かるのかもしれないよ、犬にはすごい変に聞こえるのかもしれないけどね。それすげえ面白かったね。なんかね、なんか重要なとこをついてる気がしましたよ。これねほとんど見つけれないらしいですけどね、あのね多くのところに行くとね、こういうね作品があります。何の骨って言ってたか忘れたけどね、骨とバラがねポッと置いてあるのね。こういうのね奇妙でいいですよね。はい。でこれはね、ウェイティングルームで出してた作品ですけど、何の割だっけ、フィクションの割かっていう作品ですね。でまあフィクションっていうものが現実と融解していくっていうのを、まあ説明した作品ですね。これはね、あれでしたね、なんかすごいメモとか取りながらね見てるあの人とかいましたね。はい。ね、これが好きな人もいるでしょうね。でこれはね0099っていうので、9から1から9までだったか、99から01までだったか、逆だったかちょっと忘れ、01からだったかな、1から00からだったかな、99まで、あのウィーンウィーンウィーンって言って、こうやってあのね、あのアップとオーカーを繰り返していくっていう、そういう作品ですね。はい。まあそんな感じかな。まあでもやっぱこの新作が面白いんじゃないかなと思いましたね。ただこの言葉の意味ちょっとよく分かんなかったけどね。
このズレね。やっぱり伊藤さんはこの裸になって何かやってるのが面白いよね。ね。うん。やっぱすごい面白かったですよ。ということでね、伊藤信明、されど死ぬのはいつも他人ばかりという作品でした。ザ・フィフス・フロアで、展示が、まあもうすぐ終わってしまいます。年内で終わりますけどね、ぜひ行ってみてください。はい、以上になります。はい、ということでね、皆さん、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。